鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過しました。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようです。今回は防衛省が公開したイメージ図を見ながら出雲&加賀係留、入港について見ていきたいと思います。F-35B 戦闘機が新田原基地に配備される馬毛島との距離もかなり近い。これは防衛省の思惑だよね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載しました。森林伐採や造成が進み、作業用らしき羊舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型船用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということでした。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えています。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定しました。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したのです。馬毛島は、大隅諸島に属し、ロケット発射基地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方キロメートルで、周囲 16.5 キロメートル、島のほとんどが、低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査では、かつて馬毛島を所有していたダストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようです。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたのです。その後、2010年、平成22年に、防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案。種子島などにでは地元説明会を開いていました。しかし、馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生しました。そのせいで計画が危ぶまれていましたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2プラス2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海自空自領守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけです。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で、建物や施設も増えたので、まるで基地のための街が出現したようだと言っています。馬毛島の中央部には、建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは痕跡すらも全く認められなかったということです。防衛省の計画では基地滑走路は2本。島の北北西から南南東にかけての長さ 2450m の死滑走路と 1830m の横風用滑走路です。この2本が区の字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっていますが、現時点では全体像はまだ認められません。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など艦船係留施設の設置が予定されています。こういった桟橋は、
現在、空母化改修工事が進められて、いる出雲、片越え艦、基準排水量 19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸、入港を可能にするものです。係留施設として、桟橋のほか、防波堤や消波日下げなども建設される予定です。馬毛島に、大量の、物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は、沖合1300メートルまで伸ばす予定ということです。馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための、関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が描かれています。他にも、基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に、燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されています。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は、横須賀に寄港することになっています。その間、艦載機パイロットは、空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍では、パイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているので、平時においては、おおむね、年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常です。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているそうです。この FCLP は、空母が出航する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できますね。日本での FCLP は、当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地を陸上基地にしていたので、横田基地なども併用して実施されていましたが、両基地とも、市街地が近くにあるので、騒音問題が絶えませんでした。それで、1991年、平成3年8月からは、横須賀から、南に遠く離れた小笠原諸島の洋島基地で実施されるようになっていたのです。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいで、パイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年、平成29年に、空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。でも、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんですよね。太平洋戦争激戦地だった洋島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なので、その点の不安も理由にされているのでしょう。アメリカ海軍は、岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているそうです。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しています。馬毛島を管轄する種子島の西の表市では、2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるようです。ただし、西の表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しています。今後については、市長と反対派市議の動きが注目されているのですが、種子島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では、町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているそうです。防衛省は、海上、航空、陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での訓練を計画し、常に、150から200名の隊員を駐在させる予定にしています。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになります。馬毛島島内には、施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は、種子島宿舎から、定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているのです。ということは、過疎が進む種子島で、1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では、地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られます。さらに、
基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるので、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようです。アメリカが凍結したレールガン開発に日本が完成間近で極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は偽物とわかり、中国の極超音速も怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3 パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M2 キンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M2 キンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M2 キンジャールを、PAC-3 パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M2 キンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力といっても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が定額で済むとされる。レールガンは砲弾を電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは1800年代中盤とかなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や1939年からの第二次世界大戦時には、すでにドイツや日本といった国々でレールガンの兵器としての開発が行われていたが、
この頃の技術水準では実用化は諭した場なのが実態であった。レールガンの構造は、火砲における砲身の代わりに、2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から引いた電極を接続するのみという簡易な機構で成立させることができる。この状態で2本のレールに通電させると、砲弾は電磁力によって先端部分へと電磁力によって推進力を得る形となり、物理的には非常に平易な構造で砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高所速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から大電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見された。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは、宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を期としたが、19,991 年の旧ソ連崩壊に伴う、政界的な軍縮傾向の中で、下火となり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を打ち出すレールガンの試作に成功。2016年を目途に、水上戦闘艦に搭載する発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして、2020年までには、その開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみ、テストを行うことを期としていたが、この発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km という使用のレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも新機軸の導入で高コストが問題となり、わずか3隻の建造で打ち切りの浮き目にあった。ズムボルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が全く不可能であり、その実現には新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそもレールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題に、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に射程距離でレールガンの使用をはるかにしのぐ、1000km 超級の極超音兵器が世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が実用化を目指していた水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離はおよそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、
その有用性は薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によって、その課題を克服し、およそ 25kg 砲弾をマッハ7以上の速度で、射程距離約 250km まで高めていると、喧伝している。中国海軍では、自軍が開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は、沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした、極超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本におけるレールガン開発は、口径 40mm の砲弾を、初速 2000km、秒以上で射出し、レール自体の耐久性は、120発以上を想定、最大で約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は、通常の火砲と同様で、無論、誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べた PAC-3、パトリオットミサイルシステム等と併用して、極超音速兵器の迎撃の一環を担う、兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である、PAC-3、パトリオットミサイルシステム等のミサイル一発の単価は、少なくとも億の単位であるが、レールガンは、これが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは、間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが、敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が、対ドローン迎撃に、効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御は、こうした兵器の再評価も必要かもしれない。政府は、トマホーク購入を決定しました。いよいよ、自衛隊でも、運用が始まるようです。今回は、潜水艦でのトマホーク運用方法について考察していきたいと思います。2020年令和2年12月18日、政府閣議で、スタンドオフ防衛能力の強化が決定されました。人認識地対艦誘導弾をさらに長射程化し、多様なプラットフォーム、地発型、艦発型、空発型からの発射能力を加えた人認識地対艦誘導弾能力向上型の開発を決定したのです。この人認識地対艦誘導弾能力向上型は、現在陸自が運用している地対艦誘導ミサイルである、人認識地対艦誘導弾の射程を、約 200km から 900km に約 4.5 倍も延伸、最終的には 1500km まで延伸したものとみられています。この巡航ミサイルには、長射程を実現するため、大型の展開型主翼を持ち、ジェットエンジンの作動領域の拡大、敵レーダーに発見されることを防ぐ RCS 低減のための、多媒体形状のエッジ処理、
人工衛星を経由した対地上装置との間のデータリンク機能、マルチプラットフォーム化などの技術が施されることになっています。日本政府は、2024年度中には、地上発射型のミサイル配備を開始するようです。2022年、令和4年、12月16日、日本政府は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画という、いわゆる戦略3文書を採択しました。防衛費の大幅増額を含め、戦後の日本外交、安全保障、防衛政策を大きく転換することにしたのです。また、同じく、12月16日に、防衛力整備計画も閣議決定されました。ここでは、一人式地対艦誘導弾能力向上型、地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型の開発、試作を実施、継続することや、発射プラットフォームをさらに多様化すること、スタンドオフミサイルの運用能力を向上させるため、潜水艦に搭載可能な垂直ミサイル発射システム、VLS、輸送機搭載システム等を開発、整備することを明記したのです。また、陸自、海自それぞれに目標が設定されました。陸上自衛隊は、一人式地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持すること、海上自衛隊は、護衛艦に、一人式地対艦誘導弾能力向上型などのスタンドオフミサイルを搭載、また、水中優勢獲得のための能力強化策として、潜水艦に、垂直ミサイル発射システム、VLS などを搭載した上で、スタンドオフミサイルを搭載できる、垂直発射型ミサイル搭載潜水艦の取得を目指し、開発することも明記されているのです。防衛装備庁ではこれらに対応するため、スタンドオフミサイルの水中発射技術、海面離脱、及び、飛翔技術などの技術的課題を解決するため、2026年度、令和8年度から2027年度、令和9年度までに各種試験を実施し、ミサイルの性能を確認する予定としています。最終的には、潜水艦発射型誘導弾装備を2028年、令和10年から建造される潜水艦に搭載する予定だったようです。事実、防衛装備庁は2023年、3月13日、潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務を公告し、技術検討を担当する企業を募りました。つまり入札ですね。この技術検討とは、名前の通り、潜水艦の船体から垂直に巡航ミサイルを発射することを視野に入れた検討の一環とみられ、広告文には、国産潜水艦に適合する VLS、垂直発射システムの設計、製造にかかる技術課題、課題解明のプロセス等の検討と表記されています。近い将来、海上自衛隊においては、VLS、垂直発射システムを搭載した潜水艦が実現する可能性を示唆しているようです。改めて説明します。潜水艦から発射される巡航ミサイルには、魚雷発射艦から発射するタイプと、VLS から発射するタイプの2種類があります。魚雷発射艦から発射する巡航ミサイルの場合、艦内の弾庫スペースが限られている潜水艦では、搭載可能なミサイル数や魚雷数が小なるというデメリットがあるのです。その点、VLS から発射可能なミサイルを装備した潜水艦では、巡航ミサイルを数多く搭載できますし、短時間での連続発射が可能になって、飽和攻撃時に有利になるといったメリットがあるのです。その一方、VLS を数多く搭載するためには、大きな船体が必要になりますし、加えて、射撃管制システムが複雑になるというデメリットもあるのです。VLS を搭載している潜水艦は、アメリカ海軍の原子力潜水艦など、
世界の戦略ミサイル原子力潜水艦に見られます。韓国の通常動力型潜水艦鳥山安正弘級にも搭載されています。しかし、海上自衛隊においては、2023年現在、保有はしていません。潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務の中で、どのような形でミサイルの水中発射を研究していくかが話題になっているようです。2022年10月29日の読売新聞の記事には、政府は長射程ミサイルが発射可能な潜水艦の保有を目指し、技術的課題を検証する実験潜水艦を新造する方向で、調整に入ったとあります。しかし、それでは時間がかかりすぎるという課題があります。だったら、現在保有している潜水艦で試験を実施すべきではないかという意見があるのです。2023年現在、海自の最新鋭潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップレベルの静粛性と潜航能力を誇る太平型で、1番艦太平と2番艦は久芸が就役していますが、ネームシップである1番艦太平派当初建造中から、試験潜水艦として、種別変更されることになっていました。今までは、就役中の潜水艦に、新しい装備を搭載する場合、持ち回りで試験を担当していたのですが、稼働日数が減るので、任務の割り振りが難しくなっていくという問題が発生しました。そこで、試験日数を短縮させるという狙いもあるそうです。そのため、この太平に VLS を搭載して試験することで、より早く試験ができるのではないかという意見があるのですが、やはり、いくつかの問題は指摘されています。現時点では、太平は、横須賀基地の第2潜水隊群第4潜水隊に所属しています。もちろん、試験潜水艦に種別変更されていないので、太平で、VLS の試験が実施される可能性は、低いでしょう。また、12式地対艦誘導弾の全長は 5M で、アメリカ製の艦対地巡航ミサイルトマホークなら、長さ 6.25M ですが、トマホークよりも、射程が長い1人式地対艦誘導弾能力向上型では、全長が 7M から 8M にもなる可能性があるのです。太平型の喫水は 10M なので、もう、一回り艦隊を大きくする必要が出てきます。また、VLS を搭載するには、艦内区画を大きく変更する必要がありますが、潜航時には、強度が命となる潜水艦で、途中から VLS を搭載するのは危険なので、潜水艦関係の専門家からは、最初から、搭載を前提として、新たに設計すべきとされているようです。また、VLS では、内径が一定なので、搭載できるミサイルが制限されることになってしまいます。昨今のミサイルの発展を考慮すると、あらゆる種類のミサイルに対応可能な発射システムにしておくことが、後々有利になることは、想像がつきますよね。そこで、アメリカ海軍のバージニア級攻撃型原子力潜水艦のブロック5に、VLS に代わって、並走モジュール VPM、バージニア、ペイロード、モジュールを搭載するべきという声が上がってきました。固定式の VLS ではなく、バージニア級原潜ブロック3以降から採用されたバージニアペイロードチューブ、VPT、あるいは、ブロック V 以降での採用が始まった。新しいバージニアペイロードモジュール、VPM のようなモジュールチューブ方式を採用するということです。そうしておけば、VLS のサイズに制約を受けることなく、新型ミサイル開発を進めることができるはずです。
しかも、特殊部隊の出撃、回収に必要なエアロックや水中機材を保管するための格納庫としても活用できますし、最近注目を集めているブラックウィングなどの水中から発射できるドローン航空機を導入することになったとしても、対応は可能になると思われます。VPT は直径 2.2M のミサイル発射管に複数のミサイルを収納可能な間、MAC を挿入したシステムで、MAC には6本の発射管があり、それぞれトマホークが装填可能です。トマホーク以外のサイズの異なるミサイルを搭載する場合は、MAC ごと入れ替えることになります。また、VPM は、VPT を4本直列配置したモジュールで、VPM 用の MAC には、トマホークを7発挿入できるので、4×7 で、合計28発が装填可能とされています。これらは、バージニア級から、トライデント用の VLS を回収して搭載されたため、その名前に、バージニアと冠されているのです。前世の名前を継続して使用しているということですね。以上、前述の通り、日本の潜水艦から、長射程巡航ミサイルを垂直発射するのであれば、時間がかかるとしても、これらを搭載した新型潜水艦を設計することが得策と見られています。